第2神明多摩津インター降りて8秒、大きな一発中が目印の今日は8多摩津にやってきました。さて今日はこちらのお店で入門用のロッド&リールセットをたくさんご紹介、さらにちょっと大人なセレクト釣り具も紹介しちゃいます。それでは行ってみましょう。一発レッツゴー。ロッドもいっぱい。リールもいっぱい。アメリカンルアーもいっぱい。関西最大級の品揃えの一番エイトグループだからお見せできるちょっと大人なセレクトロッド&リールをご紹介します。性能価格ロッドとリールの最適な組み合わせをチョイスしていただきました。ワンランク上のちょっと大人な釣りを楽しんでくださいね。ということで小牟さんご紹介お願いします。はい、今回おすすめさせていただくセットがこちらです。竿はダイワのリバティクラブ磯風、リールがダイワのリバティクラブになります。ハト釣りの魅力は様々な釣り方で楽しめることですが、こちらの竿があれば浮き釣りからサビキ釣り、ちょい投げまで一本で様々な釣りを楽しむことができます。また非常に数多いラインナップを取り揃えておりますので、長くて硬い竿を選んでいただければ野生の青物釣りまで対応することができます。またリールの方ですが、こちらは、低価格帯ながら非常にしっかりした作りになっておりまして、長く愛用していただけるリールになっています。また、今年、モデルチェンジをいたしまして外観の方も、かなりスタイリッシュになっています。こちらの竿とリールの組み合わせでいろんなハト釣りを楽しんでみてください。さあ続いて大人気船のタコ釣りに最適なロッドとリールを紹介してください。久保田さんお願いします。はい、はい、で今回紹介させていただくのが、シェアーズのタコエビ8180というロッドと、テイルウォークのエランワイドパワーオクトパススペシャル2というリールになります。まず竿の方なんですが、非常に柔らかくて見やすい白い穂先を搭載してまして、タコエギをそこから離さずに非常に誘いやすい調子になっています。また当たりも取りやすくなっています。そして全部 SIC のダブルフットのガイドを使用しています。そしてこちらのグリップの方にですね、芋虫グリップという非常に変わった着脱式のグリップがついているんですが、こちらを使うことによって非常に握りやすいグリップになっています。リールの方ですが、こちらオクトパススペシャルと名が付くだけあって非常に力の強いリールになっています。非常に大きなグリップと、あとドラグも12キロと非常に強いドラグがついてますので、タコを引き剥がすときにも糸が滑ることはありません。また P ラインが2号 200m がもともとついていますので非常にお買い得になっています。はい、こちらの組み合わせで船のタコエギ釣り楽しんでみてください。続いてはルアーフィッシングです。宮島さんよろしくお願いします。ということでバスフィッシングに最適なロッドとリールを教えてください。はい、今回お示しするのはダイワのバス X とリールがレブロスです。はい、まず竿なんですけど、大事なのはしっかりとしてることで、まあ振ってみ、テントで振っていただいたら分かるんですけど結構しっかりしてます。しっかりしてるということは遠くへ自分の狙ったところへしっかりとキャストができるということですね。でリールは、割とお買い求めやすい価格ながら巻き感すごく滑らかです。一日中ストレスなく、釣りをしていただけるリールになります。また、お買い求めやすい価格ながら、メーカー品ですということはアフターもしっかりしておりますので、長い間信頼してお使いいただけます。
続いてはソルトルアーで話題のおかっぱりから釣るジギング、ショアジギングについておすすめのタックルを紹介していただきましょう。矢島さん、お願いします。はい、ショアジギングのタックルでご紹介するのはシマノのコルトスナイパー BB と、リールがアルテグラです。はい、この竿の特徴は、螺旋状にカーブを巻いているんですけれども、こうすることによって竿がしっかりとシャキッとした竿になります。ショアジギングはもう投げてなんぼの釣りですので、一日中投げても疲れないという竿です。でリールなんですけれども、島田さん独自の鋼ギア、それからコアプロテクトといった防水性能ですね、かなり耐久性の高いリールになります。高負荷のかかるジギングにはこういった耐久性のしっかりしたリールがおすすめです。まあ、後ろにありますけど 40g、50g ぐらいまでのメタルジグを使って今年の夏から秋にかけて、岸から釣れる意外の大物を狙ってみてください。神戸明石の釣りのことならエイト多摩津にお任せください。店内にはたくさんのロッドやリール、釣りの仕掛けやルアーなどたくさんご用意しております。シーズンに合わせた釣り具をぜひお買い求めくださいね。シーズンに合わせた釣り具をこれに好きなエギをつければ完璧ですよね。ごめんなさい、その後忘れた続いてはルアーフィッシング、宮島さんよろしくお願いします。はい、ということでバスフィッシング、ごめんなさいもう一度いきます、はい、ワームおすすめです。海のリア